皆さんこんにちはレクセン任講師の運野です今日は2019年合格目標の司法書士の記述対策の講座脱枠ずれ枠ずれ論点を制覇する講座について皆さんにご紹介したいと思いますこの講座は 不動産登記法の枠ずれと呼ばれる、えー、申請書を飛ばしてしまう、あれですね。皆さんが非常に怖がっている、えー、かもしれない。えー、あの枠ずれをなんとかあの皆さんに防いでいただくために、えー、考えた講座でして、全3回を予定しております。えー、この講座の中で、全63問の証文形式の問題を皆さんと一緒に考えて検討していこうという講座になっています。 でこの講座はあの講義中にですね演習の時間を設けまして演習画面を中に挿入していきます演習という画面が出ましたら、えー、皆さん方ですねそこで一旦、えー、VTR を止めていただいて実際に問題をご自分で書いていただく。で表面レジュメの表面が問題裏面が解説になっています。でそのの裏面の方には 一応回答用紙もついているんですけれども、まあ、一度書き込んでしまうと、ね、このあと何度か使えなくなってしまいますから例えばお手持ちの、まあ、白紙の用紙かなんかにですね回答を書いていただいてで書き終わったら再生ボタンを押していただくそうしますと私の方で解説を押していくという、えー、そういったあの形になっています。でちょっとその 一例をお見せしていこうと思うんですけれども、えー、例えばですねあのどういうふうにしましょうかちょっと今あのレジュメのところの 第17問問いの17なんていうものをちょっと見せてい、えー、きますけれどもまあ、事実関係これ表面の問題の部分です事実関係があってなすべき登記そして申請書この回答用紙に書きなさいというねでこれ問題になっておりましてでその後ろの部分に、えー、この同じもう一度問題が出ますそして、えー、なすべき登記一言で簡潔に書いたものそしてその下に、えー、申請書の回答用紙 そしてその下に今回の論点の解説何が枠ずれを引き起こす、えーえーあのー、場面だったのかどこがポイントなのかというのをこう簡潔に書いてあるとこういったような作りになっているんです。でこれは所有権抵当権値抵当権そして養益権仮登記仮処分まで、えー、問題を作りました。全63問です でこの問題を皆さんにやっていただきながらですね「えー、枠くずれ論点」は実は、えー、記述の論点にあらず、ね、卓越知識がしっかりと身についていないとないと。えー 枠ずれというのは引き起こされてしまううんだよというその理屈並びにそれを「枠ずれ論点」をたくさん知ることによってですね枠ずれについてのこう怖さを皆さんから払拭していただくそしてもちろん怖さを払拭するのみならずその枠ずれを引き起こす知識をしっかりと頭に入れていただくことによって枠ずれをしないね強いねあの知識をね皆さんに作っていただこうというのが狙いになります。 これ同時に実は卓一の先例についての深い知識を得ることにもなりますので、不登法全般のまあ、得点アップというものも期待できると思います。そして、枠連れのね、えー、引き起こす論点というのが、あのー、身近に感じられるようになればねこう。 自自分の中でも自信が出てくるんじゃないいかと思いますあ,あそことあそこねこ,こでこの講義でやったあの内容とあの内容を理解していれば枠、えー、崩れて起こらないんだという皆さん方の自信につながるような形でなるべく多くの論点をと思いまして全63問作っております。でですので、あのあ、ー 第3回の講義の中で解説しようとすると非常にちょっと大忙しな講義にはなるんですけども1回20問今日の問題を皆さんと一緒にこう演習時間を挟みながら解説していきますのでぜひ皆さんのこう不動産登記法の記述並びに卓越の得点アップに使っていただきたいなと直接は記述の得点アップではあるんですけども卓越でも思わぬね副産的効果が得られるんじゃないかと思っています。 えー、枠ずれというのは名変や近藤だけ、えー、気をつけていればいいわけではないんだこういうようなところの知識がないと枠ずれって起こっちゃうんだそういったこと一つでも気づいていただければ幸いだと思っています、えー。ぜひこの講座が皆さん方の2019年合格のために役立っていただけるようあの精いっぱい講義しましたので、えー、ぜひ興味がある方はですねあの講座を受講を検討していただければと思います。 それでは本日は、えー、2019年合格目標枠ずれ論点を制覇する講座について簡単にご紹介をさせていただきました、えー、どうもご清聴ありがとうございます